こんにちは、綺麗なるてぃチャンネルのぶんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じの、この髪の長さでもできるまとめ髪ヘアアレンジです。この髪の長さなのに慣れちゃえば2分でできて、ピンが必要なく、そして可愛いお団子のヘアアレンジができちゃうやり方になってますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。使うものはゴムのみになるので、編みピンが苦手な方だったり、ヘアアクセサリーを持ってないよっていう方もやっていただけるヘアアレンジになってると思います。ぜひ挑戦してみてください。というわけで早速使うものとか含めてヘアアレンジ解説していきます。ではスタート。なるってよ。はい、じゃあまず使うものはこちらのシリコンゴムです。ちょっと透明で見づらいけど、このシリコンゴムの色は髪の色に合わせてあげると目立ちにくくて仕上がりが可愛くなります。私は髪の色が明るいので透明が一番目立ちにくいです。まあ、黒とか茶色もあるのでね、髪が暗い方はそういう色を選んであげるのがおすすめです。使うものは以上になりますので、早速ヘアアレンジ解説していくのですが、終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。まずは髪の毛全体にワックスをつけていきます。今日はルフトケアデザインワックス D を使っていきます。こちらはルフトさんと私が共同開発させていただいた商品になります。ルフトとかでも買えるのでぜひゲットしてみてください。じゃあ髪の毛を3つに分けていきます。横は耳の少し前くらいとか耳のあたりとかで分けてあげます。真ん中を後ろで縛ります。間隔を少し空けてもう一度縛ります。ここをくるりんぱします。真ん中に穴を開けて毛先を上から下に通します。そうすると髪の毛が内側に折りたたまるような形になるので、このまま放置しといて大丈夫です。この時にくるりんぱが放置しておくと勝手に戻っちゃうっていう方は、しっかりとワックスをつけてあげたりとか、こう縛る間隔を狭めにしてあげて、開ける穴を小さくしてあげるとかってやってあげると戻りにくくなるかなと思います。ただサイドの髪の毛を後ろに少し持っていきます。で、両方毛先を持ったら後ろに向かってくるくる回していきます。人差し指に巻きつけながらくるくる巻いていきます。で、毛先までくるくるできたら、後ろでこの毛束を交差させて毛先を下に持っていきます。もし長さ的に無理だったら交差させなくても大丈夫です。そしたらくるりんぱの毛先と今持っている毛先を全部一つにまとめて上からゴムで縛ります。そしたらほぐしていきます。上のつるっとしている部分とかねじってあるところをほぐしてあげます。ほぐしすぎてしまうと髪が短い方は毛先がぴょんぴょん出てきてしまうので、ほぐしすぎには気をつけてください。こんな感じでできたら完成です。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はこの髪の長さでもできるまとめ髪のヘアアレンジをご紹介してみました。私の髪よりもうちょっとだけ短くてもできるようなヘアアレンジになっていると思うので、ギリギリの長さだけどできるかなっていう方もね、一度チャレンジしてみてください。このアレンジができなくても、私がもう少し髪の短い頃に出してる動画とかもたくさん過去にあるので、ぜひ見漁っていただけると嬉しいです。というわけでまた皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。